こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第325回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと最近のね、まあなんすか、ちょっと重なっちゃう、まあ、あんまりこういうの言うのもかわいそうだから、うん、本当は言いたくないのよ、うん、言いたくないの。でも、うん、ちょっと重なっちゃったから、うん、ちょっとこれはもう俺が言わないと、うん、誰が言うんだってことになっちゃうから、うん、ちょっと申し訳ないんだけど、まあ、聞いてる方も本当ちょっと説教臭くなっちゃって申し訳ないんだけども、うん、あんまりこの夜中にさ、うん、おじさんがおじさんにあんま怒るみたいなの、怖いやだじゃん。だからあんまその辺はちょっとね、聞き流してもらったらいいんですけど、うん、まあでも、これはちょっと俺は言っとかなきゃいけないなっていうのがあったから、ちょっとそれ溜まっちゃったんで、しかも。うん、だから言っときます。溜まり、そう。まあ仏の顔も三度まで。みたいなの言うじゃないですか、うん、ちょうど3つ溜まっちゃったんで、うん、ちょっと言わせてもらいますね、うん、本当にちゃんと自分見つめ直してっていうこと、うん、まず1個目、うん、まあ、ある番組でね、うん、僕らネタをやることだったんですよ、はい、でコントやってくださいと、うん、だでコントあのネタなんてどうでしょうかみたいなのをスタッフさんの方から言ってくださって、うん、ありがとうございますと、じゃあそれちょっとやらせていただきますみたいな感じで、うん、でまあ別にまあ、やり慣れたネタでしたし、うん、で、別に、まあ、水川も別にネタ合わせとかね、うん、まあ、そういう感じにも言ってこなかったんで、まあ、じゃあ大丈夫なのかなと思って、うん、そのネタを普通に、まあ、本番ね、コントやったんですよ。はいはいはい。で、その中のセリフでね、うん、毎日毎日仕事なんだから、寝かせてあげればいいのにっていうセリフがあるんです。うん、はいはいはい。ね、うん。で、それをね、もう今もうこのネタをやる前ってお客さんいるんですよ、もうスタジオに、はい、うん、でもういろんな先輩とかも見てるんですよ、はい、先輩とかも師匠というか師匠がもう見てらっしゃって、はい、そのやり直しも聞かないんですよ、うん、一発勝負なんですよ、はい、でそこでこいつがその毎日毎日仕事なんだから寝かせてあげればいいのにっていう、うん、なんて言ったか覚えてますか、自分で毎日毎日仕事なんだから寝かせてあげればいいのに、うん、噛んだんです、あなたは。それが噛んだというか、うん、噛んだように、まあ、見せかけたのかな、うん、俺はあこいつ見せかけたなと思ったんだけど、うん、なんていうとか分かんない、思い出せない、いや思い出せない、そこ毎日毎日しこってしこって仕事なんだから寝かしてあげればいいのにって言ったの。嘘つけ、本当に。で俺こいつマジやべえなと思って、本当に嘘だろ。こいつ、ね、もしかして仕事としこるっていうのを多分一発目間違えてで仕事が出てこなかったから、うん、なんかおかしくなっちゃって しこったって言ったら仕事が出てきたから、うん、毎日毎日しこってしこった仕事だから寝かしてあげればいいのにって、うん、ダメよそれは。そう本当に。まあそのなんかうまく噛んだぐらいの感じになって、はい、で他の誰にも言われなくて、ああってことは多分俺だけなんだと気づいてんの。なるほど、うん、マジでそれは無意識だったかもしれない。 A スタジオです。あなたしこってって言いましたよね、あの時 A スタジオで。マジで。鶴瓶師匠の前で言いましたよ、ね、マジで記憶にないです。でもこれはまあみんな別にバレてなかったから、はい、多分編集でも多分なんとかしてくるかもしれないし、はいはいはい、と思って、まあ、どうなんだろうちょっと。で俺もなんかその収録終わった後にお前しこってとか言うなとか言うのもなんか、うん、申し訳ないなと思って、なんかしか本人気づいてない感じだったから、うん、じゃあもういいわと、うん、思って見逃しました1個目、はい、ちょっと A スタジオまた来週だか、はい、放送だと思うんで、ちょっと今週ですか、今週放送なんで、ちょっと皆さん見てみてください。まあ、多分つまんでくれたと思うんだよね。はい、うん。でね、2個目。2個目。昨日ね、大宴会っていう、はい、吉本の笑い芸人と、はい、あと、いろんなミュージシャンの方で、はい、やる、お笑いと音楽のイベントあったんですよ、ね。有明ガーデンでね。有明ガーデンで、はい、そう。で、僕らのブロックは、はい、僕らと、あと、オズワルドとクリープハイプさん、はい、でそれを又吉さんがユニットコント帰ってきてくださって、はいはい、で、この又吉さんと、我々とオズワルドとクリープハイプの、4組でユニットコントやったんですよ、はい、でやりまして、はい、で最後、うん、みんなで写真撮影をしようみたいな時に、はいはい、要はそのお客さん後ろで見てる7000人お客さん入るんですね。7000人ですね、キャパ。でその7000人がバーって後ろにいらっしゃる、はい、でそのをバックに僕らも、
お客さんに背を向けた状態で、はい、みんなが、ね、写真に写るみたいな、はい、あるじゃないですか、今そういう最近そういう多いじゃないですか、あの後ろにお客さんがいてっていう、そうそう、写ってる写真で、それをちょっと撮らせてくださいみたいな感じでやったんですよ、はい、うん、でそしたら、うん、伊藤が突っ込んだのかな、なんか全員その後ろ向きになってるから、はい、それを見た伊藤がちょっと真ん中の二人激すぎてませんみたいな、いや違う、畑中が、うん、俺の隣に畑中がいて、うん、畑中がちょっと俺と塊激すぎてないですか、あ、そうか、畑中が自分から言ったのか、自分からあいつが逃げ切れないと思って、うん、確かに俺も耐えらんないと思って、大画面に映ってるんですよ、そのそうね、でそれそうで、それで、でそのいう7000人とかのイベントだから、ネタ中の顔とかそういうのを抜くために各所にカメラマンさんがいて、でそのカメラマンさんが、まあ、その畑中の発言を拾って、うん、思いっきり2人にズームアップしたんですよ、うん、丸ハゲなのよ本当にでしかも自分からハゲてるっても耐えらんなかった畑中よりもお前のハゲてる、うん、でその状態で、うん、水川が、うん、もうなんか観念したのよ、うん、もう何もしないのハハハみたいな、いやいや、もうあんだけハゲみんなとかやっといて、なんかもうここでは諦めんのかいみたいな、なんかもうもうだってあの大画面で映ってたら無理だもん、いやでもあそこで、いやあれ 2,3 秒で隠すとかできたよ、うん、いやいややめてくださいとか、うん、なのになんかもう、いやこのもう今日はもうこの場のノリでもうなんかノリ的にそうなっちゃってっから、もう7000人にハゲ見せますみたいな、うん、なんかその観念して感じあれもしリスナーとかあの7000人の中にいたら、うん、いや普通にハゲてんの見せてんじゃんってやっぱり、うん、悲しんじゃうと思うのやっぱあの場では、うん、そこはもう守んないと思う、うん、頭頂部をもう完全諦めてたから、うん、もうこれもうダメでね、これ2つ目、うん、はい、で3つ目、うん、3つ目今日クレヨンしんちゃんの映画のね、はい、我々出させていただいて、うん、でそれで試写会がありまして、うん、はい、でその後記者会見があったんですよ、はい、でまあ超能力が結構関わってくる映画なんですよ、はい、なんでゲストで試写会のゲストにミスターマリックさんがね、はい、その怒られて、はい、突然ミスターマリックさん、まあ、超能力関連、ね、別に出てはいないんですけど、マリックさんしんちゃんとは全く何の関係ないですけど、はい、超能力に関連してるっていうのでマリックさん出てきて、はい、でなんかマリックさんがねスプーン曲げをやるって言って、うん、僕ら出演者にもスプーン1個ずつ持ってて、はい、で客席の皆さんもね、うん、スプーン持ってたんですよね、はい、でその状態でマリックさんがいろいろ一連スプーン曲げたり折ったりした後に、実はこれ本当にできる人はできるんですみたいな、うん、で持ち方を教えますみたいな、はい、でその通りにみんな持ってね、うん、で人差し指を最後スプーンのところにかけてかけて、まーっと思いっきり念じて、うん、ちょっと引けば、はい、これ実は本当曲がるんですよみたいな感じで、はい、じゃあやってみてくださいみたいな、うん、でみんなで曲がれってやったのね、うん、でそしたらまあ客席の方とかでもなんかあ曲がったとか、うん、できたできたとか言って、うん、でパッと見たら松坂桃李さんとか曲がっててね、うん、でしんちゃん役の小林さんとかも、うん、曲がってて、うん、すげーとか言って、うん、うわすげー曲がってるなと思って、うん、で俺曲がんなかったの、うん、うわ曲がんねえじゃんと思って、うん、だよと思って水川の方見たら、うん、無理やり曲げてんすよ、無理やりじゃねえよ、マジびっくりしてこいつマジ嘘つけよお前、人差し指めっちゃ震わしてなんかめっちゃなんかその様子を伺ってなんかどうなってどっちが多数派なんだろうみたいな感じになった後にこいつ思いっきりめっちゃ人差し指震えてると思ってグーッと思い力尽くで曲げて、いや無理よ、いやそういうのじゃないからって、いやいいよ、じゃあいや絶対に無理やりじゃないと、本当ハンドパワーだって、そういうじゃ俺いやお前本当に信じられない、周りで曲がらないの、なんで力尽くで曲げたの、力尽くじゃないって、別にさ曲がんなかったですの方でもいいわけじゃん、いやミスったんだろだからあれ力尽くじゃないよ、いやで多分ミスったのよ、そこはミスってミスってお前がミスってるんだ、曲げなきゃやばいと思って力尽くで曲げたら、うん、なんか曲がってない人とかも結構いるしあれこれ別に曲がってない人がいてもいいやつなんだみたいな感じで、でそれで途中からなんかそのああまあまあ俺は曲がりましたけどねみたいな感じにシフトして
で、それまではいいんですよ。別にやっちゃったんだったら。俺しか見えてないし、多分その、思いっきり人差し指力入れて。いや、思いっきり。本当に完全にスーって言ったんだから、すごいんだから、ミスターマリックさんって。そしたら、ハンドパワーってすごいんだよ。楽屋とかでもなんか、なんか、いやーなんか、俺はできましたけどね。だってできたんだもん。もぐらはなんか全然曲がってませんでしたけど、ね、みたいな。信じる力がないんだよ、お前。で、さ、さっきここの入ってきてブースでさ、永井さんと俺とさ、三人で喋ってさ、うん、そこでもさ、うん、いやなんか俺はスプーン曲が普通に曲がれたんですけど、うん、なんかもぐらできなかったみたいですね、とか。だって本当にできないんだよ。それはダメじゃん。もう、俺見てっから、お前が力入れてねえよ。力、だからこう3つ溜まったから、ちょっともう、仏の顔さんの前じゃないけど、こういうのちっちゃいやつでも、3つ溜まるともう、ダメだから、本当に。まあうん、1個目、まあわかんないですよ。その、しこってしこって仕事で疲れてんだろうか。わかんないです。僕の記憶ではないですけど、うん、もしかしたらあなたが覚えてんだったら噛んだのかもしれません。はっきり言っちゃったのよ、そして昨日の大宴会、僕はもう、ハゲをもう降参しました。昨日、完全に降参した瞬間ありました。あれはでも、立ち向かないとやっぱり。はい。うん、でもそれは、言い分はわかりますよ、うんうん。いつも立ち向かってるのに、もう7000人の圧力とか。完全に圧はあったし、ね、圧とあの大、あの大画面っていう、あの、もう、どうにも逃げも隠れもできない状況で。大画面で一回なんか映してるから10秒ぐらいはちょっと、なんか、見せとかないといけないのかなみたいな圧力。はい、それに屈して、ハゲを隠しませんでしたよね。はい、まあ、ここまではわかりますよ、はい。ただ僕は本当に今日のミスターマリックさんのスプーン曲げに関してはできましたもん。いや、震えてたんだよ。震えてたよ。絶対、お前。お前ダメだよ。いや、ダメお前。本当に。思いっきり引っ張ってんだからさ。だっていや思いっきり引っ張ってもじゃああれマリックさんにさ、うん、スプーンもらったよねもらったよもらったよね、うん、マリックさん最後くれたんですよスプーン、うん、記念品で記念品でもらいましたミスターマリックって刻印がされてるスプーンいただいたです今日、ね、持ってるよね持ってますじゃあできるってこといいよやってやるよ本当にみんなの前で本当にさあハンドパワーを証明するために今スプーンを取りに行きました。これ本当にね硬いやつ。あ、はい、本当に硬いやつ。これ本当に何の仕掛けもないやつだからね。硬、はい、いやつね。一回ちょっと硬いの。じゃあ音、うん、ちょっと聞かせません、ね、リスナーの皆さん。うん、ちょっと今はい本当にもう本当に硬いのもういわゆる皆さんが想像して大きめのカレーとか食べる。ガチガチです。でここも長井さんちょっと触ってみてください。もうちゃんと硬い、はい。もうめっちゃ硬いっすよね。めっちゃ硬いです。でこれができた本当に曲げれた方って、本当になんか力入れずに、90度ぐらい曲がるんだよね。結構で松坂さんとかも90度ぐらい、もう本当に、ベコンって曲がるんですよ。で、それを水川は、指プルプルさして90度曲げたんですよ。マジでプルプルさせてないって、だから。じゃもうハンドパワーあんのね。ハンドパワーありますよ。本当に。うん、じゃあもう、証明してくださいよ。だから、はい、もしかしたら、じゃあリスナーの皆さんも今、ちょっとスプーン取りに行ってください。もしかしたらできるかもしれない。あなたも。僕、その電波でハンドパワー送ります。いや、ごめん、別にマリックさんのやつだから、はい、あんまりその詳細言っていいのかわかんないけど。はい。今、その柄の部分、うん、スプーンの柄の部分、真ん中ら辺を左手で持ってください。で、親指を、こっち側に向けた状態、うん手前側に向けた状態で、スプーンのすくう方を向こう側に向けてください。うんで、今、念を送ってます。ハンドパワー。うん、で、曲がれ、うん。曲がれ。スプーン。曲がれ。うん、今、念じます。念じてます。そして、うんそのスプーンを、おへその前ぐらいに持ってきてください。うん、そして、人差し指、右手の人差し指をスプーンの、指一本だけだよ、使って。指一本だけ、先端にかけてください、うん。で、おへその下あたり、丹田に力を入れて、うん、曲がれと。うん、曲がれという念じて念じて掛け声とともに言ってくださいで、うん、曲がれの曲がれって引っ張るんではなく曲がれの間の時にもう引き始めてくださいそうで力とか入れちゃダメだから、ね、力とか入れちゃダメです、うん、はい力とか入れずに普通にスプーンを、うん、そうグッと曲がれ本当にハンドパワーが伝わってる人は曲がります、うん、あなたハンドパワー伝わってるんですね伝わってます今ビンビンでやってもう見せてくださいじゃあはい、いきます、うん、今来てます、はい、来てます、うん、来てます、うん曲がれいや、もういいって、マジで震えてんじゃねえか、お前もういや、お前誰だプレッシャー、プレッシャーかけるんだもんふざけんだ、マジですげえプレッシャーかけるんだもん BB クイーンズで
踊り場。空気階段の踊り場。この番組はストアーズ他各社の提供でお送りします。どうもまだ無罪岡野陽一です。ストアーズは誰でも簡単にネットショップが作れるサービス。空気階段の単独ツアーグッズもストアーズの空気階段踊り場ストアで売ってます。好きなものはつぶ貝とストアーズ。お店のデジタルまるっとストアーズ。ヒヒヒー DJ コーです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演ムージューセイが開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。踊り場。改めまして空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。もう何がハンドパワーだよ本当に。もうさあマリックさんが悪い人ってなっちゃうから、まずあんまやりすぎると。いや、うん、正直だから、まあ、今はさっきはパワーでいきました、うん、正直、全然曲がる感じしなかった。いや、だからさ、いや、今日、俺が見た光景そのまんまだったのよ。マリックさんいた時は、うん、本当に曲がったの。いや、だからマリックさんいた時も、その曲がってはいたけど、うん、めっちゃ力入れてたんだよ。力入れてない、本当に普通に曲がった。いや、めっちゃ手指震えてたから。だとしたら、引っ掛けて。力入れないと曲がんないもんじゃん。でも、小林さんとかが、女性の方でも曲がるってことか。小林さんとか、松坂桃李さんとかは、うん、全く力入れてなかったの。だからハンドパワー。見てたから俺。で、横見たら、めっちゃ指震わして、力ずくで曲げてるから、いや、これ全然違えよと思って。で、それで曲げ終わった後に、だから多分やばいと思った人だから、マリックさんを、に恥かかせるわけにはいかないと思ったけど、で、マリックさんに恥かかせるわけにはいかないと思って、本当にマリックさんすげえと思ったんだよ。なんかグワーって力入れてて、で、それで俺が、うわ、曲がんなかったなとかって言ってたら、マリックさんが、今、曲がんなかった人いますつって、はい、つって。手とか開けて、うん、曲がんなかった人はね、スプーン曲げるのはもったいないと思ってる人ねみたいな、うん、でドーンみたいな受けて曲がんなかったようにちゃんとあんのよ。もうちょっと待って、何かが違ったな。何かっていうか、もういや全部一緒だったよ。いや違う、その本当に震え方とか、なんかだから今日誰かガンガン弓に力入れて、媒体の人とかに映像見せてほしいよ本当に。いや無理やり曲げてんのお前だけだよ。信じられなかったもん、お前曲がってない時。もういいってもう。もうまたやろうとしますよ、もう。ハンドパワー。丹田で。いや、丹田に力入れるんだよ。で、集中して。来てます。で、これはもう絶対曲がるんだっていうのを思って。来てます。やると。来てます。うん。曲がれ！いや、もういいって無理やり曲げてんじゃねえかよ。いや、違う、何かが違うな。もういい。違う。マジでいいよ。なんなん、何が違うの。スプーン置けよ、もう。ハンドパワーねえんだよ、お前に。ないの。知らねえぞ。お前。お前だよ、俺は別に曲がんなかったんだから。ほんと知らねえ。さ、はい。多分一緒なさいよ、ほんと。TBS ラジオプレス。うん、毎月。3ヶ月に1回発行されている、はい、の TBS ラジオの、うん、フリーペーパー。フリーペーパー。今月、我々、表紙に、わなんと、やらせていただきました。ありがとうございます。初めてですよ。初めてですよね。めっちゃ、だから、めっちゃ番組始まってぐらいの時に、うん、ここの中で、ひとりさんが、うん、クギャダの踊り場、そう、お気に入りの番組で上げてくださってて。そうなんですよ。そう、あれは本当嬉しかったね。ね。だから初めてゴッドダウン出させてもらった時に。ひとりさんとお会いしたことなかったしね。お会いしたところめちゃめちゃ心強かったです。うん、いや、そうそう。ひとりさん、まさか聞いてくれてるんだって。うん、そうですよ。はい。うん、さらばさんとダブル表紙。そうです。さらばさんと我々、空気階段が。はい。インタビューも載ってます。はい。こちらが、ツアー。無料ですか？無料。単独公演のツアー後半。
はい、では、来てくださった皆さんにお配り。ああ、もう会場でお配りしますか。会場でお配りします。はい。もう次の岡山公園から。岡山公園から。会場でお配りする。はい。これもう一人一冊みたいな感じですね。うん、はい。というわけで、はい。行きましょう。はい。単独公演、ジョホー。来ました。現在開催中の全国ツアー空気階段第6回単独公演無修正、今週末からツアー後半戦がスタートします、はい、7月15日土曜日は岡山市民文化ホールで2公演行います。13時開演の会はありがたいことにチケット完売でございます。 ありがとうございます。18時開演の会はチケット販売中、残りわずかとなっております。残りわずかですか。はい、お急ぎになってください。中四国の皆さん、もちろん岡山の皆さんも、ぜひぜひ私の初めての凱旋公演ですので、はい、よろしくお願いします、そして岡山公演は、私水川かたまり凱旋公演ということで、はい、岡山の皆さんが盛り上げてくださいます。あら、ありがとうございます。まず当日は、会場前に、岡山駅前商店街のヒーローモモキットがやってきます。もういいですって。写真撮影 OK です。モモキットはね、ね、我々はめちゃくちゃ何回も会ったことありますけど、何回も会ったことあるのよ、はい、BS 吉本でね、はい、やらせてもらって、その空気階段の岡山って番組の、はい、もう言ってみればもう準レギュラーみたいなもんですよ。モモキットはもうモモキットが多分一番出てますね、一番出てます。我々でと、はい、我々とアナウンサーの加藤さん以外で言うと、本当この駅前商店街っていう、この商店街限定のヒーロー、ね、ヒーローなんですけど、ここの商店街行くときはモモキット必ずいて、ちょっと商店が外れた時もなんか来て、なんか来るし、なんなら別に全然岡山駅前商店街じゃない逆側の商店街とか行ってる時もなんかモモキット来るし、とにかくめちゃくちゃ出てます。それで出てくれてます、はい、まあで一応まあなんだろう、力がめっちゃ強くて、あの一応モモキットはもう誰のことでもお姫様抱っこできるっていう特技があります。モグラもお姫様抱っこされました。俺されたのよ。うん、びっくりした。すごいパワーがあります。そう。で、これ、まあ、多分お願いしたらしてくれるよね。してくれますね。まあ、多分、はい、順番待ちとかなるかもしれないですけど、はい。必ずやってくれますんで。はい、で、ね、桃木と普通にめっちゃ喋ります。はい。そう。だから、喋るの好きな方は全然、桃木とに話しかけていただいても、OK ですね。それとですね、岡山駅構内にあります、岡山一番街、サンステ岡山の対象店舗で、チケットを提示するとサービスが受けられます。まあ何パーセント引きになるですとか、餃子サービスしますよとか、そういったサービスが、マジっすか、受けられますんで、詳しくは TBS ラジオのイベントページご確認ください。ありがとうございます、はい、一番街サンステなんてめちゃめちゃ行ってましたから僕、サンステってあのあれじゃないの、駅のとこじゃない、あ、そうそう、あの新幹線の向かいホームの、改札の向かいにあるサンステって書いてある、そう、キビ団子、新幹線降りてすぐ目の前のとこですよ。なんで皆さんもね、岡山以外から行かれる方もご利用できますんで、岡山土産とかめっちゃ売ってますし、そうそう、はい、一番街は地下のところですね、もうめちゃくちゃ行ってました私も、はい、そして岡山公演の次は大阪、仙台、福岡、東京と続きます、大阪公演は3日間4公演、はい、特に最終日の7月27日木曜日がまだまだ余裕あります。あ、まだまだありますか。あります。ぜひぜひ、余裕があります。ぜひ皆さん、はい、大阪、はい、もう本当に、もうとんでもない、もう大好きな土地、大阪、大好き、梅田、梅田働いてましたから私、苫野町で、ね、本当にもうその恩返しのつもりありますんで、はい、お願いいたします。お願いします、はい、そしてツアーの最後を締めくくる東京公演は先行申し込みが終了いたしました、はい、7月15日土曜日午前10時から一般発売が開始します、そして8月31日、千秋楽公演の配信チケットも同時に発売開始します。ありがとうございます。こちらね、劇場で一度見てくださった方も、また配信だといろいろ表情とか、はい、カット割りとかで別の楽しみ方できると思いますので、絶対に買ってください。はい、よろしくお願いします。詳しくは TBS ラジオのイベントページや、オフィシャルサイト空気階段の屋上、空気階段単独公演の公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、先週ちょっとチラッと触れたんですけれども、なんと、はい、ツアーグッズ第2弾が完成しました。やってました。ありがとうございます。うわ、私の手元に資料が届きましたので、した資料だ、グッズ管理委員会の方から、はい、資料を届きましたんで、ちょっと覗かないで、あんま紙見ないで、ちょっと待って、
いっぱいあるくない？そうです。思ったより。1個とかじゃないです。第2弾だから。1個とかじゃないんですよ。1個とかかと思ったら。でしょ、うん、実は1個とかじゃないんです。複数あります。それではツアーグッズ第2弾発表させていただきます。まず1つ目。空気階段、無修正、ランチジャー。ランチジャー、はい。ランチジャーだ、単独公演、無修正のロゴが入ったランチジャー。ご飯、おかず、スープの3段階構成。来た！これであったかいお昼ご飯が食べられます。数量限定商品です。デザインは伊藤岳さんでございます。伊藤岳さん、さあ、どうでしょう。ありがとうございます。毎度こういう感じです。だー、来ました。かっこいい、ね、お弁当箱史上一番かっこいいです空気階段、まあ、だいぶスタイリッシュなそのランチジャー弁当箱ですよ、はい、これこれ、だから、水筒みたいなランチジャーね、これ使ったことない人、うん、これが、お弁当箱の中で一番いいです。で、汁物も入れれるって弁当、ね、汁物もスープも入れられるっていう最強の、ランチジャー、お弁当箱。そして、空気階段無修正のかっこいいロゴ。そして、安心安全のサーモスさん。うん、サーモスさんの、サーモスさん使ってますか。ボディに、空気階段無修正のロゴが入った。最強ランチじゃん。もう、何でも、味噌汁でも、豚汁でも、うん、おでんでも、もう何でも入れちゃってください。汁なんて入れられなかったんだから、お弁当とか。スンドゥブとかもいいんじゃないですか。もういい。暑いね、夏に逆に。だ逆にさ、うどんとかも入れられる。うどんも入れられる。麺を別のとこに入れちゃえばさ。そう、麺を本来米とか入れるとこに入れて、で、梅雨はあったかいまま、やっとけば、うん、これうどんセットになるんです。しかも3段階だから、うん、麺、つゆ、具とかにしとけば、うどんも飯に持ってけちゃうという。やば。これもう同級生の目釘付けですよ。マジで。あいつち昼飯うどんじゃんっていう。学校のヒーローになります。これはそう。で、パスタとかもね。いけますよ。パスタ、ミートソースみたいな感じでこう分けれるわけです。分けれる。で、さらに、カルボみたいな。そしたら、あの、ミートソースはミートソースで味わった後に、カルボぶっかけて、カルボ！カルボもこいつやば！こいつの家やばということになるわけですね。はい。さあ、そして、続きまして、空気階段、ミッシングボール、ミニタオルでございます。色はネイビーです。ミッシングボール、ミニタオルに、新色登場。新色が追加。汚れの目立たない、ネイビーです。ネイビー来た。デザインは DKXO さんで、協力が松本宗志さんでございます。どうぞ。かわいい！すごい。ネイビーに、もう、キャラクターと文字はもう全部、白で。はい。すごくシック。これは、冠婚葬祭にも使えます。これはそうですね。はい、これ、ボーリングとかもね、これ、使えるんですよね。ボーリングって、ボーリング拭いたりするでしょ？あ、ありますね。あれをこのミッシングボールで、これボーリング玉ってことにしちゃえばいいんだから。ミッシングボーラーね。そう。ミッシングボーラーでございます。ぜひもういろんな球技の方、はい、全球技使いますんで、はい、お願いいたします。さあ、そしてですね、実は、このグッズ第2弾を作るにあたり、はい、我々、ある漫画家さんにですね、はい、イラストを描いてもらえたら、なぁ、なんて、こう希望を出してたのは、覚えてますか、はい、はい。え？覚えてます？もちろんです。誰か覚えてますね？古谷実さん。実は今回、え？マジでは実先生にイラスト描いていただきました。やった、嬉しい、やったマジ。さあ、本当です。古谷実先生といえばですね、池井田中卓球部、僕と一緒、グリーンヒル、シガテラ、やっぱキメアノール、ワニトカゲギス、ゲレクシスなど、もうとにかく我々がですね、めちゃくちゃに影響を受けている、やっぱ漫画家さんでございます。マジで嬉しい。古谷実先生のエキスも確実に脳に我々は入っております。ごっつい感じだったりとか、トンネルとかいろんな入ってますね、はい、もう確実に入ってます。そしてその古谷先生が、はい、めっちゃ嬉しい。うわね、最新の古谷先生の、はい、イラストでございますからね。もう見てないでしょ、最新の古谷先生。もうだって、ゲレクシス終わったか見てないでしょ。ゲレクシス以降は見てないです。最新の古谷先生、これですよ。無修正 T シャツです。無修正 T シャツが、はい、皆さん、最新の古谷実先生は、はい、無修正 T シャツを発売します、はい、こちらのイラスト T シャツです。漫画家古谷実さんがイラストを書き下ろししてくださいました。旧コンとなった、我々二人がバックプリントにおります。ホワイト、ブラックの二色展開です。
はい。うわー、やべえ、マジで嬉しい。嬉しい、かっけえ。うわ、もらった。もらった今、フリアミノル先生デザインの実物来ましたよ。実物をいただきました。フリア先生が書いてくださいました。フリアミノル先生が我々を、やべえ、バカ嬉しい。これは嬉しいですね。着よ、今着よ。はい。これあの S サイズなんで着れないみたいです。なんで S サイズなんだ。すいません。サイズはまだ S です。ですはい。申し訳ないです。着れません。やべえ。とんでもないインパクトだね、このイラスト。やっぱ本当に。もう、変態 T シャツじゃん、これ。はい、もう、フリアミノ先生の変態な部分をものすごい、ね、出してくださったっていうか。ああ、これこれこれ。そう、これなのよ、うん。この部分なんですよ、やっぱりフリアミノ先生、うん。さあ、そのイラストのグッズ他にもありまして、空気階段、フリアミノル、無修正、リングノートも発売されます。ノートも、うわ、やった、ノートもです。かっけえ。そして、さらに、無修正のクリアファイル&ステッカーシート、こちら新たに発売されます。来た、うわ、シールになってる、はい、どうでしょうか、クリアファイル、うん、表面に、フライヤーが印刷されてて、裏側に、フリア先生の、うん、イラストが書いてある、無修正ね、いろんなステッカーがございまして、ステッカーがございます。ステッカーミッシングボールとか、うん、フライヤーもそうですけど、うん、センスの無修正のやつとか、うん、いろいろあります。T シャツのともありますし、フレア先生のイラストももちろんシールになってます。第2弾はツアー後半の岡山公演の会場から販売開始いたします。また踊り場オンラインストアでも7月15日土曜日正午から販売開始します。皆様もうぜひぜひこちら買ってくださいませ。よろしくお願いします。どうですかこれ、サクサクサク、イエー、最後？どんぐらい最後？サクサクサク！ニャー！美容院も行きたい、まつげパーマもしたい、でも結局貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。空気階段ラジオ踊り場、改めまして空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。いや、まあ、興奮が冷めやらないから、ね、やらないな、やっぱりね。ほんとにフリアミノ先生が書いてくださいましたから。しかもこれカラーなんですよ皆さん。そうね、これこのイラスト、肌色のだから顔とかね、髪とかね、うん、この色ついてるんですから、これも色とかをこう先生がこうね、塗ってくれたってことでしょ、うん、その陰影とかさ。先生が我々の画像を検索してくれたってことだよ、ね。うん、いや、そういうことっすよ。うん、本当に。でももしかしたら今中学生とかね、高校生、うん、ね、もしかしたら、ね、リスナーやっぱ聞いてくれてるかもしれないから。そうね、その中高生の。で言うと、うん、もしかしたら親御さんとかが、うん、親父が持ってなかったりとかしたら、うん、ね、フリアミノル先生読んでない可能性もあるよね。いや、そうですよ。だから、うん、大学生とかでも、今大学生とかでも読んでないかもしれないです。絶対読ん、絶対に読んでくださいよ、うん、もう。本当に。何からですかね。どうなんだろう。まずイナチューなのかな。そう、俺ね、これね、やっぱり順番でっていう、思っちゃうんだよね。確かに。イナチュー、僕と一緒、グリーンヒル、うん、
秘密、しがてら。うん。で、の順番、うん、僕は確か、多分僕と一緒を最初読んだんですよ。あ、稲中じゃなくて？おう、そう、稲中は結構後になって読んだ気がする。うん、あ、そうなんだ。へ、うん、でも稲中が最初の方がいいと思う。うん、なんか、順番で読んでくの、なんか作風の変遷もね。そうそうそう。知れますし。うん。だからぜひ読まれてない方は本当にね、ぜひ買って読んでいただいて、はい、うん。と思います、はい。はい。嬉しいといえばね、うん。この間、仕事現場にタクシーで向かうときに、うん、運転手さんが、うん、水川かたまりさんですよね、って。あ、うん。私、以前、レインボータクシー、運転しておりまして、うん、その時に運転させていただいた、運転手ですって言われて。と思って。同じ人？同じ人。ここでも話した？そう。前に僕が、たまたま乗ったレインボータクシーっていう、日本に1台しか走ってない、下田景樹さんプロデュースの、レインボー柄のタクシーがあるんですけど。下田景樹さん、はい、そっか、そうだね。そう、幸せを運ぶ。先生が、そう、プロデュースだプロデュースしてる、レインボー柄の25万台に1台しか、うん、この日本全国で25万台のタクシーが走ってますけども、はいはい、その中の1台しか走ってないっていう、レインボータクシーに乗って、で、その運転手さんが、すごい無口そうで、だけど、レインボータクシーっていう、幸運を運ぶタクシーだから、レインボータクシーは。その、プロジェクトの一環で、すごくおしゃべりとかあんま好きそうじゃないのに、めちゃくちゃいろいろ頑張って話しかけてくれて、嬉しかったみたいな話をしたんですけれども、その時の運転手さんで、あ、水川かたまりさんですよね。先日、ラジオでお話しさせていただいた、お話ししていただいたの、リスナーの方から、お聞きしまして、聞かせていただきました、最近も聞かせていただいております。ありがとうございます、本当に。本当に嬉しくて、すごく、それからも、聞かせていただいておりまして、本当に、あと、一つお伝えしたいことがありまして、私、全然めちゃくちゃおしゃべりですって言われて。全然はい、全然幸せを運ぼうとかいう意識ではなく、普通に、まず大前提として私おしゃべりでして。あ、そうなんだ。その感じのおしゃべりの方なんだ、ね。すいません、勝手に、イメージ、お伝えしてしまって、いえいえ、とんでもないです。私本当おしゃべりが好きで、またレインボータクシー運転するような時があれば、ちょっとまた、お乗せできたら、すごく光栄です。私、本当に、レインボータクシー、コンドルタクシーという会社で働いておりまして。あ、コンドルさんなんだね。コンドルタクシーで。で、そこでですね、水川さんをお乗せして、で、水川さんがラジオで、レインボータクシーのお話をしてくださったという話を、上司にしましたところ、上司が下田景樹さんに、お伝えしてくださったらしくて。どういうこと？先日、下田景樹さんのお宅にお呼ばれしまして。嘘レインボータクシーを広めてくれて、ありがとうというお言葉をいただきました。本当にありがとうございます。小学生先生のとこまで行けちゃったってこと？行けちゃったらしいです、ね。なんかいろんな、すげえ下手くそだ。パス回してたら。そう、なんか、なんか、すごい歪なパス回ししてたら。してたら、実はとんでもないゴール。すごい、ね、スーパーゴール決まったよ、ね。スーパーゴール入ってたみたいなことでしょ、どう？何それ？なんか、あ、そう。そう。いや、でもなんか、じゃあ、なんかさ、無理やりさ、やっぱなんか、レインボータクシーはさ、派手だしさ、やっぱなんかこう、無理やりタクシー会社のね、こう、出勤していったら、誰もレインボータクシー乗ってなくて、無理やり先輩に、お前もう、レインボータクシー乗れよ、みたいな感じで、なんか乗せられたんじゃないかみたいな、そういう話もしてたじゃないですか。してました。で、その話も言ってました、あれ、どうやってレインボータクシー、乗る人決めるんですか、完全に志願制です。私はめちゃめちゃ志願しております。志願者だったんですか？めちゃくちゃ志願してるらしいです。へぇ、ねえ。志願者でその日は、もう、漏れちゃったんだ。違う人が乗ってんだじゃん。そう。で、基本的には、なんか女性のドライバーさんが運転されてるらしいんですよ、その。レインボータクシー？レインボータクシー。この間、ザ・ノンフィクションとかに出てたらしいんですけど、その女性のドライバーの方が、そう、の人が、レインボータクシーはメインで運転されてて、その方が、お休みの日は、私、志願して、運転させていただいておりますって。完全に志願制らしいです、あれ。あ、そうですか。
あ、もう何から何まで逆だったんだね。何から何まで予想は外れてました、私の。あ、難しいですね。すごい。ね、プロでしたよ。だから、下田景さんのお宅にお邪魔したっていう話聞いたから、え、どんな、お家どんなんでしたか、うん、いや、それは、おっしゃることができません。言うことできません。言うことできません。ちゃんとそこは。やっぱりね、家行ったまではギリよね。うん。うわ、そっか。それはお伝えすることできませんっていうふうに。いやー、でもその、いやでも、まあ、よかったね。志願して、その、運転してくれてる方が、うん、乗る側としても、うん、まあ、気持ちいいというか、うん、ね。あ、よかったわ、なんかそういう先輩とかにさ。はい。もうお前、ほら、お前今日、10分遅刻したからもうレインボーしか空いてねえぞ、みたいな。もうなんか、隠語とかで、ね、お前虹乗れよ、虹とか。そういう感じなのかなとか思ったけど、あ、よかったね、なんか自分から、いや、もう私もレインボー乗らせてくださいよ、って言って。はい、乗ってくれてるのが一番いいんだから、そりゃ。ねえ。なんで、もし、ね、そうですね。ということで、レインボータクシー乗るようなことがあれば。うん、そう。もう気持ちよく乗っちゃって大丈夫ですか、はい、メガネの男性の方ですけど、そうそうそう、すごくたくさん楽しいおしゃべりしてくださいますのでね。楽しんでください。はい。はい、続きまして、こちらのコーナー行きましょう。孤独なおじさん、いざ行かん。私、鈴木もぐらは、全国に生息をする孤独なおじさんの味方でございます。こちらのコーナーでは、孤独なおじさんからのお便りを紹介しているコーナーでございますね。一応内容としてはもう本当に何でもいいですと。もう、そのコーナーのテーマみたいなものはないです。本当に。はい、孤独なおじさんからの普通おたです。はい、を、紹介するコーナーでございます。何でもいいからね、送ってきてくれとお願いしてる状態でございます。はい。ではまずはラジオネーム、小言サチベ。小言サチベ。小言サチベ。もぐらさん、かずまいさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。弱い50の小僧じです。はい。若い頃、夏場になると、T シャツ短パンにハイソックス姿のおじさんを見ては、はい、なんであれ、ダッセーだと感じていたんですが、最近この服装の理由が判明しました。判明したんですか？加齢とともに筋力が落ち、はい、冷房の寒さに体を温めることができなくなるため、はい、気がつくと両足の先が、うん、氷水に浸かってるかと思うほど冷えるからなのです。機能性なんだ。先日コンビニで週刊文春を読みふけていたのに、うん、店内の冷房で船から下が完全に冷え切ってしまったのに全く気づかず、雑誌コーナーから離れようと一歩踏み出した途端、うん、アキレス腱が切れたかと思うくらいの激痛に襲われました。それ以来、立ち読みから雑誌コーナーを離れるときは足首を少しストレッチしてから離れるようにしてます。あれの理由が分かったんだ。なるほどね。だから、うん、そっか、これはもうやっぱりそのもうおじさんになってみないと、はい、おじさんに、ね、言っても50歳前後になってみないと分かんないんだね、はい。まあ、筋肉量落ちて代謝落ちて体温が上がらない、うん、ようになんだなってきて、もう見た目とかそういうことじゃないって言ったから、うん、もう普通にもう足冷たくて、うん、もう動かないってことだね、うん、あれあんない。だってアキレス腱切んじゃねえかって思うぐらいの激痛、完全にガチガチに固まっちゃってますからね。だからそういうね、夏の防寒みたいな、冷房対策、冷房対策だったんですね、あれはね。ありがとうございます。いや、そう聞くとなんかもう怖くないというかね、うん、全然あれでいいや、うん、あれやろうって思ってたよね。続きまして、ラジオネーム、大きめの青いバンダラ。あ、こちら、20年ぶりに、シーブリーズを買ったことを報告してくれた、うん、あの子同士でございます。あ、抜かった。はい。シーブリーズを買って、使って、はいはい、青春の頃を思い出してよかったっていう。はい。はい、匂いでね。そう、はい。こういう日、ね、そういう、のを教えてくれた。はい。それが大きめな青いパンダです。はい。もぐらさん、かつまいさん、こんばんは。こんばんは。先日は、メールを読んでください。ありがとうございます。
本当に届くんだなと実感しました。最近の出来事をお知らせします。私の職場ではお昼になると食堂で社食をいただくことができます。日替わりのみで選ぶことができませんが、美味しいご飯が食べられます。しかし仕事が忙しい時期になると、途中で食事を中断して少し仕事をし、また食事を再開することもたまにあります。うん、6月末は特に忙しく、私を含め何人かが仕事をしながら昼食を食べていたようでした。その日少し席を外し、食事を再開しようと席を見ると、同じく再開したところらしい女性職員さんが私の食事を間違えて食べていました。すいません、それ私のご飯だと思いますと言うと、その方は、ああ道理でなんか今日変な味だなと思ってたんですとおっしゃいました。その方が手をつけた食事を食べるわけにもいかず、私が悲しいに行きました。なぜか悪いことをしたような恥ずかしい気持ちになりました。先にすいませんと謝ってしまったことも含め、なんだか怒るとも悲しいとも違う感情でした。蒙古タンメンのカップ麺食べて、足ピンオナニーして、シコティッシュはカップ麺の容器に捨てると、汁を吸ってくれるので、片付けが楽です。何言ってんだよ、こいつ。いやいや、まあ、何でも、まあまあ、何でもいいんですよ、本当に。何でも良すぎるな。いや、だから、一気に行ってんのもう一回行って、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 もう一回読んでみますか。ラジオネーム、カラス。蒙古タンメンのカップ麺食べて、足ピンオナニーして、シコティッシュをカップ麺の容器に捨てると、汁を吸ってくれるので、片付け。TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies。 キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年を迎えます。最新アルバムレベル 9.9 の楽曲とともに、今もなお輝き続けるキャンディーズナンバー満載でお送りする50周年記念ツアーを開催。8月19日土曜日神奈川芸術劇場、9月2日土曜日東京国際フォーラムホール A はスペシャル公演。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア。 YouTube の再生回数、リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まります。ぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった1組に投票してください。詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで。空気階段の踊り場、この番組はストアーズ他各社の提供でお送りしました。空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい、単独公演、今週岡山公演の夜公演、まだチケットわずかに残っております。はい、そして大阪公演も、なんとか、皆さんぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。思いきっと会えます。そうですね、はい、お姫様抱っこしてくれますんで、してくれますんで、はい、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。はい、もぐら、すべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 atmarktbs.co.jp、 踊り場 atmarktbs.co.jp、 踊り場のりは RI です。 TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン。今週ちょっと言い忘れてたんですけれども、うん、結構、ちょっと言っとかなきゃいけない重大なニュースが一つありました。重大なニュース。
パーマ大佐とアイドル鳥越が婚約しました。おめでとう。それについて一言お願いします。パーマまた離婚するぞ。ダメ、そんなこと言ってない。パーマダメだ。おめでとうパーマ。アイドルオタクの前田と恋愛シミュレーションゲームオタクの大山が推しへの愛を語り尽くすオタクキュレーションバラエティ N93 カラタチの最果ての先生。 TBS ラジオの地上波枠を目指しポッドキャストで配信中。ぜひお聞きください。なあ、お前彼女できたって本当？ああ、たまたまラジコを聞いてたらたまたまカフェを紹介してて、たまたまそのカフェに行ってみたらたまたま来てた子と仲良くなってさ。たまたまってすごいな。あなたの人生に素敵なたまたまを、いい偶然と出会えるラジコ。 TBS ラジオ。TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies。 キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年を迎えます。最新アルバムレベル 9.9 の楽曲とともに今もなお輝き続けるキャンディーズナンバー満載でお送りする50周年記念ツアーを開催。8月19日土曜日神奈川芸術劇場、9月2日土曜日東京国際フォーラムホール A はスペシャル公演。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア。 YouTube の再生回数、リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まります。ぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった一組に投票してください。詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで。空気階段の踊り場。この番組はストアーズ他各社の提供でお送りしました。空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です、はい。単独公演、今週岡山公演の夜公演、まだチケットわずかに残っております、はい。そして大阪公演も、なんとか皆さんぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。思い切っと会えます。そうですね、はい。お姫様抱っこしてくれますんで。してくれますんで。はい、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします、はい。ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。はい。もぐらすべてのメールの宛先は、全部小文字で、踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場のりは RI です。TBS ラジオでお聞きの方は、この後1時から、月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン。
今週ちょっと言い忘れてたんですけれども、うん、あの結構、ちょっと言っとかなきゃいけない重大なニュースが一つありました。重大なニュース、パーマ大佐とアイドル鳥越が婚約しました。